仏教読書第1話、人には迷いと苦しみのもとである煩悩がある。この煩悩の絆から逃れるには5つの方法がある。第1には、物の見方を正しくしてその原因と結果等をよくわきまえる。すべての苦しみのもとは心の中の煩悩であるから、その煩悩がなくなれば苦しみのない境地が現れることを正しく知るのである。見方を誤るからがという考えや原因結果の法則を無視する考えが起こり、この間違った考えにとらわれて煩悩を起こし迷い苦しむようになる。第二には、欲を抑え沈めることによって煩悩を沈める。明らかな心によって目、耳、鼻、舌、心意の持つに起こる欲を抑え沈めて煩悩の起こる根元を断ち切る。第三には、物を用いるにあたって考えを正しくする。着物や食物を用いるのは享楽のためとは考えない。着物は暑さや寒さを防ぎ周知を包むためであり、食物は道を治めるもととなる体を養うためにあると考える。この正しい考えのために煩悩は起こることができなくなる。第四人は、何事も耐え忍ぶことである。暑さ、寒さ、飢え、乾きを耐え忍び、ののしりやそしりを受けても耐え忍ぶことによって自分の身を焼き滅ぼす煩悩の火は燃え立たなくなる。第五には、危険から遠ざかることである。賢い人がアナグマや狂犬の危険に近づかないように、行ってはならないところ、交わってはならない友は遠ざける。このようにすれば煩悩の炎は消え去るのである。